ハワイ島のおけるオーシャンビューの1オーシャンビューにあるショッピングセンター1オーシャンビューにあるショッピングセンター2オーシャンビューはここではアメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島西南部のカウチ区にある新興住宅地で国勢調査指定地域でもあり2010年国勢調査での住民数は4437人で2000年には2178人であったので倍増している オーシャンビュー住宅地の開発は1950年代に1エーカーの1697区画からなるーブの開発から始まった。場所はカウチ区のハワイベルトロードのマウナロア山川で険しい溶岩原からおひやの木や他の植生まで様々であった。標高は約1500フィートから5000フィートである。 初期の販売は1950年代後半に始まり、ホーブの最初の開発者は、クロフォードオイル会社であった。その後、他の区画が、ハワイベルトロードのホーブとは、反対側に開発された。1980年代初頭には、ガソリンスタンドと金物店が建てられた。1989年にオーシャンビュータウンセンターが設置され、オーシャンビュー道路維持管理公社が、 道路の大規模な再建プログラムを開始した。その後まもなく、オーシャンビュー開発会社は、コインランドリーとレストランを含む新しいマーケットを開始した。オーシャンビューには、現在、二つのショッピングセンターがあり、三つのガソリンスタンド、二つの食料品店、L&L ハイバーベキューレストランなどがある。2004年1月、 ハワイ火山国立公園は以前家福牧場として知られていた不動産を購入した。オーシャンビューには郵便局もある。オーシャンビューにはハワイ修道11号線が通っており、カイルアコナイは46マイル、ヒロエは76マイルである。ヘレオンバスも利用できる。ありがとうございます。